今回はこちら、強力カビハイターでカビ落としをする時のコツを10個紹介していきます。コツというのはカビの落ちが良くなるテクニックだったり、強力カビハイターは塩素系ですので嫌な匂いが出て作業が大変ですよね。そんな作業を楽にする方法ということになりますけれども、では早速一つ目は、先にバス用洗剤で掃除をするです。例えばこの床にカビが生えていたとします。そうすると普通であればいきなりカビハイターをかけて掃除をしたくなるじゃないですか。軽度なカビであればそれで十分きれいに落とすことはできますが、ひどいカビだったらなかなか落としきれないということもありますので、そんな時は普段使っているお風呂用の洗剤をシュッシュッシュッと吹きかけて、で洗ってあげると。そして洗ったら水で流してあげると。そうすることで黒カビ以外の汚れが落ちてくれますよね。例えば黒カビの上に皮脂汚れが乗っていたとします。そうするとこの皮脂汚れが邪魔でカビに届いてくれないですよね。なので石鹸カスとか皮脂汚れとかそういったものをできる限り取り除くということをするとカビハイターの効きが当然良くなるんですよね。では2つ目は水気を拭き取ってから使うです。こんな感じで濡れているよりも水気を拭き取った方がいいわけですよ。水気を拭き取ってからシュッシュッと吹きかけた方が効きは当然良くなりますよね。それはなぜかと言いますと、強力カビハイターの主成分の塩素の濃度が薄まらずに済みますからね。あと塩素以外にも界面活性剤だったりアルカリ性でもありますから、そういったものが薄まらなくて済みますので、しっかり拭き取って使った方が落ちが良くなるということになります。軽度なカビだったら多少濡れていても落ちてくれるんですけれども、ひどめの黒カビをできるだけ残さず楽に落としたいという場合はこのやり方がおすすめということになります。はい、続きまして3つ目は奥から手前に掃除をするです。どういうことかと言いますと、突き当たりの壁のところがカウンターの下なんですよ。一番奥になるんですよね。でこのカメラの後ろ側が手前になります。要は入り口のドアがあるところですね。そのような場合は奥のカウンターからシュッシュッシュッとスプレーをして洗ってくると。床掃除だけする場合ですよ。壁も掃除するとなると奥の壁から始めて床を掃除して、こう手前に掃除をしてくると。でこれはなぜコツに入るのかと言いますと、掃除の時間を短縮できるというところが一番大きいですね。適当にやってしまうと掃除の時間がかかってしまいますよね。あと嫌なのが、手前からやってしまうと塗り伸ばした上をバスブーツで上がるというケースが出てくるじゃないですか。そうすると足の裏にカビハイターの泡がついてズボンの裾についてしまったりすると、塩素系ですから色が抜けたりしますよね。それでなくても皮膚についたりするということも考えられますので、できる限り上を歩きたくないじゃないですか。そういうことにもつながります。でなんで少しでも短い時間で掃除をした方がいいのかというと、やっぱり塩素系だからですよね。作業時間が長くなればそれだけ嫌な塩素臭がする中で掃除をしなければいけないということになりますので、少しでも早く終わらせるために奥から手前に掃除をすると。でこの塩素臭っていうのは汚れと反応するので、カビがひどければひどいほど匂いが出やすいんですよ。そういったことを考えると、奥からロスなく塗りつけていくというやり方が掃除を楽にするコツになるんですよね。では4つ目いきます。4つ目はスナップを効かせて吹きかけるです。例えば壁に黒カビが生えていたとします。その時にカビハイターをスプレーするわけなんですけれども、ただシュッとスプレーするとこんな感じで泡がすぐ流れ落ちていってしまうじゃないですか。そうするとカビと触れている時間が短くなっちゃいますんで、効きが弱くなると。そんな時に手首をシュッと効かせてスプレーすると泡の密着力が高まるんですよね。こういう感じですね。はい、どうでしょうか。なかなか落ちていかないですよね。壁がですね、タイルで目地があるとしますよ。その目地に沿って今みたいにシュッとスプレーすると、わざわざその後スポンジで塗り伸ばすなんてことしなくてもある程度留まってくれますんで、それだけで落ちてしまうということもありますし、ワンプッシュで結構長めに横にスプレーできるので量の節約にもつながりますよね。ただこうシュッシュッシュッとスプレーしていくと量使うじゃないですか。しかも流れ落ちていきやすいということになりますんで、密着力を高めるためにスナップを効かせるというのが4つ目のコツということになります。で次が5つ目のコツなんですけれども、こういったスポンジでこう素早くこう
泡立ててあげると密着してくれるわけですよ。こうなってくるとスプレーの仕方は関係ないですよね。ということでスポンジ洗いをして密着力を高めるというのが5つ目のコツになりますね。しっかり丁寧にスポンジ洗いを入れながら剥ぎ落としていきたいっていう場合はスプレーしたら落ちる前にこう泡立ててあげると、これで密着力を高めるということになりますね。薄く塗り伸ばされますのでスナップを効かせるやり方よりもより落ちていかなくなりますね。続きまして6つ目がペーパーシップです。超頑固な黒カビになりますと先ほどご紹介したような密着力の高め方ではまだまだ不十分だったりするんですよ。より密着力を高めたいという時にペーパーシップがとても有効なんですけれども、使うペーパーはできれば塩素に負けないぐらいの厚手のペーパーがおすすめですね。例えば抗菌に黒カビが生えていたとします。その抗菌が覆い尽くされるぐらいの幅でペーパーをカットします。でこのペーパーを使って湿布をするというやり方です。でやり方はコツの1でご紹介しましたバス用洗剤で洗ってあげて、でコツの2でご紹介しました水気を拭き取るもやっていただいて、でその後でカビハイターを吹きかけます。手首を効かせて吹きかけたら湿布をしていくと、でこの時にしっかりコーキングと触れるようにこう押し当てたものですね。でもう一度上からスプレーをするというやり方になりますね。こうすることでしっかり密着させることができますし、ペーパーにたっぷりカビハイターを含ませてますので乾きにくいですよね。そこも大きなコツになるんですよね。はい、では続きまして7つ目のコツはラップパックをするです。でラップパックについてはこのペーパーシップと一緒に使うのが非常におすすめなやり方となります。先ほどのペーパーが隠れるぐらいにカットしてですね、そしてその上からかぶせると、こういうやり方ですね。こうすることでさらに乾きにくくなりますよね。特に今のような暑い時期はただスプレーするだけではどうしても乾きやすいということになりますので、ラップでパックをしてあげるということをすると本当によく効くようになります。加えて塩素臭対策にもなりますよね。塩素の匂いが閉じ込められて出てきませんので、そういった効果もありますね。はい、続きまして8個目が長時間放置です。特にこのようなコーキングに生えた黒カビというのはカビの根がぐんぐんぐん中に入っていくわけなので、その根までしっかり塩素を届けてあげるために長時間放置は絶対条件ということになります。じゃあどのぐらい放置をするのかということになりますけれども、まずは30分放置をすると。で30分でも落ちなければ1時間、さらには半日、丸1日とかそのぐらい長く放置をするということをしなければ落ちてくれません。で3時間以上放置をするということになりますと、ラップパックとペーパーシップっていうのは絶対やった方がいいんですよね。乾き防止のために床に頑固な黒カビがついたという場合も最低でも5分ぐらい放置をすると、結構目立つぐらいな黒カビとか黒ずみ汚れがついている場合は15分ぐらいは放置した方がいいのかなというふうに思います。はい、では続きまして9個目が放置後にブラシ洗いをするです。先ほど床の場合は5分以上15分ぐらいは放置した方がいいですよというお話をしましたが、もしそれでも黒カビが残っている場合、延長でまた放置をするというやり方もありますけれども、ブラシでこう洗ってあげるとスル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 簡単に落ちていくということがあります。なのである程度放置をしてからブラシ洗いをするというやり方も全然ありなんですよね。時間がない場合はそのようなやり方の方が良かったりするケースがありますよね。なので放置しても落ちずに黒カビが残っていた場合、諦めてすぐにシャワーで流すのではなくて、そのタイミングでブラシ洗いを入れてみると、そうすることで意外に落ちたりするんですよね。では最後10個目のコツはできるだけフレッシュな強力カビハイターを使うです。塩素系っていうのは主成分の塩素剤がじわ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 少しずつ飛んでいってしまうんですよ。一番マックスで塩素分が入っているのが工場で作った直後なんですよね。なので新しいものほど塩素濃度が濃い状態になりますので、カビの落ちが良くなるということになりますので、できる限り新しいものを購入するということになります。ただちょっと難しいのが、お店で買ってきた直後が必ずしも新しいかというとそうとも限らないんですよね。お店でどれだけの期間在庫されていたのかというのはわからないですよね。なので新しいものをゲットする方法としまして、回転率が良さそうな半熟
上店で購入をするというのも一つですよね。これもまさに生物と同じで、回転寿司とかもそうですよね。繁盛店の方がネタが新鮮だったりするじゃないですか。それと同じような考え方ですね。あと買ってきたものをできるだけ早く使い切るというのも重要なポイントなんですよね。フレッシュなものを買ってきたものの使い切るまでに2年かかりましたということになりますと、2年ぐらい経ったあたりでは塩素分はかなり飛んでいて水に近いような状態になってしまっているということも考えられますんで、そうなってくるとまとめ買いっていうのも良くないんですよ。まとめ買いじゃなくても大きなサイズのお得用っていうのもあるじゃないですか。ああいったのも使い切るまでに1年以上とかかかってしまうということであれば、それはやめた方がいいと思います。かえって損してしまうと思うんですよね。効きが悪いという状態で後半使わないといけなくなりますからね。特に夏場は暑くなりますので塩素の飛びが早まるんですよね。でさらには太陽の光でも分解されますので置き場所にも注意が必要ですね。あと早く使い切るコツとしましては、塩素系の洗浄剤漂白剤っていうのはできる限り集約して本数を減らして回転率を良くするというやり方が私はおすすめだと思うんですけれども、ただ例えばこの強力カビハイターをトイレハイターの代わりにトイレ掃除に使うということになりますと用途外の使い方になっちゃいますんで、何か起きた時にはメーカーは責任を取ってくれないということになりますので、そこは注意が必要になっちゃうんですけれどもね。はい、ということで今回は強力カビハイターでお風呂場に生えた黒カビを落とす時のコツを10個紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。これから梅雨に向けてとっても黒カビが生えやすい季節に入りますので、もしお風呂場に黒カビが生えてしまってどうにかしたいという時には、今回の10個のコツを参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。